おしゃれ専科の時間です。今回は名前というものを考えていきたいと思います。講師の山下です。よろしくお願いします。ここまで勉強してきた方ですね、まあ勉強という言葉も本当は使いたくないんですけれども、まあ、見ていただいた方々は、このおしゃれ専科のね、キーポイントみたいなものを多分知ってると思うんです。それは、実感という10種類のですね、まあ、記号の性質、まあ、それを覚えてもらうだけで、あらゆる方向にですね、まあ、占学が使いこなせるんだと、というようなあの話をしてきています。実際、使いこなすと言いましても、それは専門家のね、やるように、その暦を細かく調べて、こと細かに運勢を判断するという内容ではありません。しかし、案外ですね、その、日常ね、急に判断をしなければならない場合、その我々、その、専門家でもですね、そしたらいきなりあの、暦を出してきて、そこに座り込んで暦を計算するっていうようなことを、する暇がない場合があります。と言ってですね、まあ、よほどの天才でない限り、その、何十年に及ぶ暦を全て頭に入れてるということは難しいわけです。まあ、私の場合はある程度、まあ、職業柄はできてるんですけれども、まあ、普通、学習した方の場合は、やはりノートを出してきて、暦を出してきて、ちょっとペンを持って計算するというのが、まあ、あの、実際、現実だろうと思うんですけれども。さあ、で、皆さんはですね、毎回言いますように、おしゃれ専科の視聴者ですから、まあ、ある程度かっこよくですね、生きていこうという、その、おしゃれに生きていきたいと、こうなるわけです。おしゃれであるためには、やはり、その、毎回何かがあった時に迷ったり、ね、その、驚き、ためいたりしておったらダメなんですね。いつも冷静に対処するという、そういう姿勢が必要なんです。そのためには、ある程度の、その、判断力、知識というものが必要になるわけです。その判断力の中にですね、どうしてもその、自分の今までの人生の経験とか、常識とかで考えても、どうしても右左決められない場合なんかがある。また、その、推し量れない内容のものがあるという時にですね、実は、その大先輩たちが構築してきたこの、占いというものに、その根拠を一遍求めてみようと。どっちみち当てずっぽうで右左決められないんだったら、せめてその当てずっぽうを見る学問として、1000年、2000年と研究されてきた占いを使ってみるという方が、まだなんか科学的じゃないかというようなそういう気がします。ところで、その実感の記号を使いまして、彼と彼女の相性判断であるとか、ね、あるいは、その、初めて出会った日の、その実感の性質からですね、それを二人はどんな感じの、付き合いを歩むかというようなそういう性質まで、幅広く学習してきたんですけれども、今回のですね、その名前なんですが、この名前にもですね、実はその実感が応用を聞くということになるわけです。だから、まあ、おしゃれ専科のこの話をですね、マスターしていただければね、おそらくですね、その、難しい生命学、名前の本をですね、買ってきて、それを丸暗記するよりもですね、案外気楽に幅広く、応用できてですね、結構、あなたよくわかりますね、というレベルのですね、生命判断もできてくるんです。それを、まあ、今日はお話しするのが目的なんですけども、まあ、その話をするちょっと前にですね、名前というものをここでもう一度考えてみたいと思うんですけども、名前というものはもう非常に、大事なんですね。まあ、例えば銀行なんかに行きますね。まあ、銀行でも、毎回行く、自分の行っておる銀行だったらですね、当然銀行の店員さんもですね、顔を動いてくれるわけですよ。ね。だから、まあ私は山下ですけども、あ、山下さんが来たなということで皆さん分かってくれてるわけです。しかしですよ、ね。まあ自分の、いつも行き慣れた銀行で知った顔の店員さんを相手に、自分がその持っておる自分の通帳ですね。自分の通帳でお金を出しに行っても、名前を間違って書けば、まあ自分の名前間違うことないでしょうけども、まあ仮に書けばお金は出せないんですよ。ね。ということは、この人が本人だと。間違いないという確認が全てできても、名前を違った形で出せばですね、ダメなんですね。名前はすでにも登録されて、その名前で動くということです。
それと同じようにですね、まして顔形が分かるそういうその接客ならまだしもですよ、名前だけでしか把握できない名簿ありますね。例えば相手がもう何千人もいてるようなあの団体でですね、そこの長太の者が誰かのもう何か名簿ですときに、その人の名前とか経歴とかいうものだけ頼りでいちいち顔を置いてないわけです。そうするとですね、もしそこでその名前がたまたま、まあ、ワープロとかね、ああいうものを打ち間違いでですね、まあ、私の山下が山田になったりですね、しましたら、もうそれで私は別人になってしまう。そういう人はいなくなってしまうんですね。それだけ名前というもの恐ろしいです。それ以外にですね、例えば、書物とかですね、まあ、何の品物でもいいですけど、物を買うときにですね、名前ものすごく大事ですね。で、まあ、よくですね、薬なんかには最後に運がついて、何々運というつく薬のが、売り上げがよく上がるとかいうようなジンクスみたいなものもあるみたいですけども、とにかくその名前というものがですね、非常に大事で、中の薬が効かなくても、その名前が良ければ効くような気がするというようなことで売れるわけですね。そして、本なんかでもそうですね、内容が非常に面白くても、なんか、泥臭い面白くないような題名がついておったら買う気がしないと。で、まあ、名前とはちょっと違うんですけれども、最近はビデオなんてよく流行ってますよね。で、まあ、私のこの講義もビデオって販売されたりもしてるんですけれども、そのビデオなんかはですね、書物よりも特にですね、その中身を確認できないわけですね。そして、そのパッケージですね、そのパッケージ外側で、ね、まあ、タイトル、名前ですよ。タイトルと写真みたいなものが貼って中の様子が分かってると。そうするとですね、その中がいかにくだらない、面白くない、まあ、ものであってもですね、その写真と名前がすごく魅力的な名前であって、魅力的な写真が貼ってあったらですね、それを判断基準として買うわけですよ。だからそのパッケージを作る人と必ずしも中の撮影する人とか違うかったりするんですよね。だからよく、ああパッケージがいかなかった、騙されて面白くなかったとかね。ね、例えばその映画の予告編でもそうですよね。まあアメリカ映画なんか見ましたら非常にその予告編上手に作るんですよ。だから予告編だけ見たらものすごく面白い。どんな映画でも どんなもんでも面白く見えてる。実際見たらまあそうでもない、なかったっていうのは結構多いんですけども、予告編だけ見る限りもすごくもう面白い。これは名前と同じ現象でですね、その物事すべて全部表せません。ね。あなた自身をですね、表すにはあなたの一生を見なきゃならないわけですね。しかし、あなたの名前というものは、一瞬にてあなたを表すことができるんですね。あなたというその一つの、まあ、個体といえば失礼ですけども、その体ですね。私のこの体を表すことができるという。その名前は、ものすごく大事で、本体を離れて一人歩きする力がある。というようなお話。これをまずその知ってもらった上で、名前というものがいかに大事かというようなことです。それで我々のですね、この生活する中でですね、まあ出会った日にちが大事とかね、そんな話もしましたけれども、我々がやはりそのものを形に出すということは、その裏に我々の生きてきた歴史とか動きとか全てあるわけです。だから名前一つ決めるということもですね、それはもちろん偶然というふうに考えても結構ですよ。適当につけたんだ。ところがですね、実は、例えばトランプ占いの達人がですね、ポンと投げたトランプの占いでですね、人の一生結構上手にあんたこうなりますと当たるというのもあるんですね。実際それはあるんですよ。ね。そしてそれはその人の持っておるその能力ですね。生物の能力がですね、ね。まあ、ネズミとかですね、ああいうものが3日前に火事を予知するのと同じですよ。そういう能力がなんかあるわけです。それは言葉にはなかなか出てこないから、パッと無意識に投げるこの、これはどうだろうと念じて無意識に投げるこの動きがですね、実はその未来を予知するような動きを表現できるという、そういう能力が生物にはあるんだということを信じて話してるわけですよね。そうするとですね、当然何気なく寄ってですね、おやと赤ちゃん生まれた、あめでたいなということで、親がつけるにしろ、おじさんがつけるにしろ、生命判断の先生がつけるにしろですね、やっぱりその子が生まれたという事実がここにあって、その子という存在が世の中に現れたときにですね、そこに名前をつけなきゃならない。もちろん本人がつけたものではないけれども、おそらく我々の魂というか、この目に見えないですね、潜在能力は、その子がどんな感じの子かということを無意識に感じ取ってるんだと思うんですよね。で、それを、もちろんまあ霊能者というかね、なんかこの直感力のすごい人とは、うん、この人は多分こういう大人になるだろうと。
パッと、まあ、イエス・キリストが生まれた時にですね、預言者が言ったのと同じようなものです。まあ、それはちょっと大げさですけど、パッと生まれた子供みたいな、この子はきっとね、まあ、女の子が美人になってね、きっとファッションモデルみたいな仕事に就くだろうとか、ふっと思った、それ噛んでいったら実は当たっとったっていうことも結構あるわけですね。ね。それと同じようにですね、その周りの人ですね、名前をつける人、あるいはその、赤ちゃん本人がですね、何か存在力を持つというその力があるわけです。それが無意識のうちにですね、言語というのは何もアイウェオだけが言語、ABC だけ言語じゃないわけです。いろんな形で表現されてくる。その時に何か目の見えない木というものが伝わり、その存在力が発言してですね、ふっとつけた名前が偶然のように見えるけども、実はその子の存在そのものを表現しておるんだ、ということを信じた上で生命判断があるわけなんですね。だからそれがなかったら別に生命判断は偶然で遊びでいいんですよ。でも、そこまで信じる人もおしゃれ戦火の一員であり、そんなことはまさかという人もおしゃれ戦火の一員であるということで、一応話は全部しましたのでね、信じる信じないとか関係なくですね、まあ名前というものもちょっとその哲学的でもなんかこう理屈取れたら面白いやと。ね、ちょっと名前の話をした時にね、いや生命判断っていうのがあってね、こんなんだよというようなことも言えるのもおしゃれの人だというようなレベルででも考えてもらいたいというのが、まあこのおしゃれ戦火の狙いなんですが、さあそこで、生命学のですね、本格的な複雑な見方はですね、また本講義の方で1年間かけてお話しするとしまして、この場合はですね、簡単に、この時間内でですね、お話、まあ、あと本当に十何分の時間でお話します。しかし、そんなわずかな時間で、いい加減なことかって、いや、そうじゃないんですよ。実は、おしゃれに、名前を語れる力が出る。そういうお話を今話します。で、例を挙げるのにですね、まあ、先月ですが、私の名前をちょっと使ってみたいと思います。で、私は、割よくある名前なんですけども、山下。それから下はですね、ごんべんに川を書きまして、くんですね、ひろ、山下国ひろという名前を親からもらっています。で、私はお寺の住職ですから、お寺のもちろん名前もありますね。でも一応ですね、書物を書いたりとか、こうして皆さんの公の立場でお話しするときには、一応その親からもらった名前を使うようにしています。そこでですね、この山下国ひろという名前を見たときにですね、いろんな見方がありますけども、ね、ここではね、あんなことを聞いた、こんなことを聞いたを一品忘れていただいてですね、もう二つだけの要素を考えています。ね、で普通名前見る場合には、いろんな見方がありますけども、まあ、画数というね、ものを書くその数理というものが、やはり、まあ、疫学でも何でも数理、宇宙というものは数学的なその数理で表現されておるというふうに言ってる方もいるわけで、実際そうだと思いますけども、この画数ということでですね。そうすると、まあ、画数を使うにしましても、まあ、昔の字とですね、今の字との画数が違います。ね。まあ、そこでいろいろありますけども、その論議もですね、まあ、とりあえず、おしゃれ戦火の話の中ではですね、今の字でいきます。皆さんが普段書くときの字の画数で結構です。ね。これを昔の字ならどうだったかということを考えずにいきましょう。ね。とりあえず書いた通りの文字でいきましょう。といったときには、当然ですね、山の場合は、1、2、3ということで、これは3、三角になるんですね、画数がですね。そして、下は、1、2、3、これも三角なんですよ。国ですけれども、これは、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、こう、10になるんですね。10になるんですよ。ね、次に、広は、1、2、3、4、5、5なんですね。はい、そうすると私のこの山下国広という名前は数字で表すならば3315とこうなるんですね、はい、そしてその時にですね、まあ一個ずつばらしてもしょうがないですし、またその山下という名前は私の家族みんな山下ですからいつも変わらんわけですね。だからこれもまあ、山下という名前を持ったということ自身でもちろん何かあるかもしれませんけれども、まあ一応個人の運勢を見る上で、まあちょっとこれは度外視しとこうと。ということでですね、よく使われる、実際私もよくやるんですけども、内閣というのがありまして、名前のですね、一番下と、姓のですね、姓の一番下と、名前の一番上と、
ね、これ内閣、あるいは人格とかいう言い方します。ね、だから、これをまあ、あえてですね、そうですね、人と言っておきましょうか。人を表すという意味で人としておきましょう。ということはですね、私の山下は3で、国は10ですよね。これは13。13というのね。これが、人の画数が13と、こういうふうになるわけです。それに対しまして、私をもう一ついく。ね、もう一ついきます。それは、全部足してみようと、こういうわけですね。全部足してみようと。ね、でこれは、まあ、全部だからですね、まあ、総括なんていう言葉で言いましょうか。そうなんていうふうに仮に言っておきましょうね。そう。そうですね。すべてという。そしたら、3、3、15。3と3で6ですね。10と6で16、5で21とこうなるわけですね。そうすると、21画。これが、総画とこうなるわけです。か？これが、まずその計算方法ですね。こういうふうにやってみます。この二つでいいと。ね。あといろいろですね、例えばこの外側を足すとか外角とかになったりですね。いろいろあるんですけども。ね。もうそれはもういいんです。いいんです。考えなくて結構です。おしゃれ専科ではそこまでいらないです。おしゃれに生きるレベルではですね、他に勉強しなきゃならない、知らなきゃならないファッションのこといろいろありますので、ね。とりあえずこの二つだけ覚えてください。他はいらない。ね。でもまあ、その中でもし、私はどうもその生命学面白いからもっとやりたいという方は本講義でまた1年間ほど講義しますからそっちで勉強しましたと。ね。さあ、そこでですね、この21と13というのが出てきたわけです。はい。さあ、ここで、またもや実感が登場することになります。ですか？実感と言いますのは、こう打つ、平定、ね。ぼっと、あと、まあ、キーまであるわけですね。ね。つまり、実感があった。それを彼と彼女の相性判断にしましても、あるいはその、日にちですね、初めて出会った日にちにしましてもですね、実感というものが出てきましたですね、生年月日表すにしましても、何年生まれというようなことでもですね、その性質にですね、日の年に生まれた、ね、平の年に生まれたというようなことで、その人の社会的ななんとなくその動きが分かるんだと、その年代の動きが分かるんだという話をしましたね。さあ、ここでまたですね、実感を使うということです。実はその実感という記号は何かというとね、太陽のね、性質を記号化したものであると。つまり、我々がその時間を見る場合に、その太陽のですね、中心に見る場合、月を中心に見る場合、あるいは太陽、月を両方合わせて見る場合、まあ、月も太陽も一つとして、もう全体の方で水星、金星、木星とか、あるいは星座とか全体を見る場合、いろいろあるんですね。しかしその中でですね、我々がその実際活動するような時間ですね、お昼は太陽があって、太陽が目の前に、目の前って意味変ですけども、太陽が光をささ、ね、注いでくれておるお昼、光のある時間をお昼って、そしてその逆、太陽に背を向けた時が夜ですから、我々の普通の活動行動は主にそのお昼に表されているわけです。もちろん夜動くのもありますけど、あれはそれはあくまでお昼の延長として夜があるわけですから、お昼があくまでも活動の中心的な力量を持っているわけです。だからそのお昼にですね、太陽の動きを受けて、太陽の力を受けて我々は活動しているわけですから、太陽というものを中心に見るのが一番その分かりやすいし、また太陽の動きから来た何かのエネルギーのようなもので出来上がったものが一番その際立って見えるわけです。いろんな作用は全部あるんだけども、際立って見えるわけです。だからこの太陽のですね、性質を上手にその記号化して、それを占いに使っておるのが実感だというふうに思ってください。で、ちなみにですね、このネオシトラウはですね、まあ、こっちにありますようにですね、これ丸くなってますでしょ、ネオシトラウですね。これは方向を表す記号なんです、もともと。だから、ネはですね、北でですね、馬は南を表しまして、で東、西とこうなるんですね。だから、まあ、地図ではこう逆ですね、地図ではこうなってるんですよね。地図は、上が北で、下が南になりますけども、実際、この疫学とかね、ではですね、南が上で逆になりますから、それだけちょっと勘違いしやすいんですけども。でも、まあ、中国なんか行きますとですね、方位を表すときに、根の方位と牛の方位とこの方位を表します。それ以外にまた違う表し方が中国で今あるんですけども、
まあ普通ですね、我々がこの方位でね、ウシトラウという場合のこの専門はね、専門は大地におけるあっちこっち東西南北を記号化したものであるとというふうに考えてください。それに対して、まあ、天に、あるエネルギー体である太陽ですね。その太陽そのものの、力をですね、力、何かその目に見えない力がある、気というものがある。それを記号化した、まあ、記号化しようとして、形に表したのが実感だというふうに、考えてもらえば結構です。だから、我々は、最もその影響を受ける太陽の中でですね、生きてるわけですから、その太陽の記号化したものが、これから占学を占いをする上でもう最もよく物事を表してくれる見やすい記号だということです。さあそうしますとですね、仁と宗とあるんですね。ね、仁は名前の下と、姓の下と名前の 上とを足したものであると。これ一字の方でもそのまま足せば結構ですから、一字以内の名前のゼロの名前ってないわけですから、これで必ずいけるわけですし、宗は全部足せばいいわけですから、このままやればいいわけですね。はい。で、例えば宗を出すときに、一字しか名前がないときにですね、プラス一足して上と揃えるとかいうのがあります。例えば、名前が二字あって、下が一字の名前の場合には、名前と足して1を足して数を合わすというような方法がありますけども、おしゃれ戦火の話の中ではそれはもう考えないでおきましょう。ね。とにかく全部を足したんがそうというふうに考えてください。そうしないとですね、おしゃれにやれないでこんがらがってですね、勉強を一生懸命してるみたいでね、面白くないですからね。さあ、そこで宗と仁で、まあ、これで十分、活動できるんです。さあ、そこでですね、もうここで、言わなくても結構だと、おそらく思っている方もおると思うんですが、ね、このですね、人格にしましても、総格にしましても、これを、実感に置き換えます。ね、当然、実感に置き換えるということはですね、十三角はこれは平ですね。番号書きましたよね。甲乙丙で、三つ目ですね。十の位は決して一の位だけです。これは、こうとこうなるわけです。ね。そうするとですね、まあ面白いんですね。その兵というのはですね、存在力があるタイプとかですね、割合にその影響力、周りのものに自分が動かなくても影響力があるようなタイプの人が多い。で、実はまあ商売的に見ればですね、割合にそのなんて言いますか、ちゃっかりしておってですね、上手にですね、まあ、合理的というのか、要領がいいというのかしですね、割合、お小遣い稼いだりするのが上手なタイプの人というのはですね、この兵というのは、この実家の中で、一番ですね、お金を表す、財を表すというような性質の感なんです、ね。そうすると、私はそれを持っていると。まあ、私、自分でお金儲けが上手かどうか知りませんけども、少なくともですね、理屈でものを考える、こういうことを皆さんに お話ししているわけですから、当然ですね、私の性格としまして、要領よくやるというのは間違いないわけですね。だからですね、でしかも、まあ、職業柄もあるんですけども、子供の頃からですね、結構、目立ちまして、存在力があるというのは、そういうタイプに性格的に思われました。だから、やっぱり日の絵タイプの人間が自分の性格、個人的な性格というふうに考えるんです。だから、この人格はその人の個人的な性格を表す格で、それに対して、総格というのは、その人自身がの行動とか存在がですね、どういうようなタイプとして、その周りにあるか、社会の中にあるかということを言うんですね。そうすると、気の得タイプの人は、やっぱり、リーダーシップを取ろうとしたり、あるいはある意味で目立つ、ね。まあ、中にはちょっと見え張りの人もいるかもしれんけども、まあ、とにかく気の得というのは目立つと。そうすると、まあ私、21画で1ということで、総画が昨日ということはですね、私自身ですね、割合まあ職業を見てもらってもわかりますように、ある程度部下がおったりとか、まあリーダーシップを取っていく、まあ小さいながらもリーダーシップを取っていくというような立場にありますし、そのまあ規模が大きいとか小さいとか、それはその人によって、いろいろありますから、100人のリーダーなのか、10人のリーダーなのか、それはまあ、いろいろあります。でも、総画が昨日ということはどっちか言うと、まあ、目立つタイプだったということには、間違いないわけです。こういうふうにですね、今までのその十巻の性格というものは、皆さんもすでにですね、甲から水のと、甲から木まで、どういう性質のもんであるかということはもう分かってきたわけです。
だからここで名前の人格の方はその人の人間的なですね、性格、どういうふうに捉えます、その人の性質ですね。そして双格の方はその人が社会においてどんな存在力を持っているか、どういうタイプの人間として社会地域の中で存在しておるかというような、その人の存在そのものの性質を表すということです。ということで、名前の見方はこれでお分かりになったと思いますけれども、次回は最終回ですね。いよいよ全体的にまとめまして皆さんの幸せになる方法を考えてみたいと思います。さあ皆さんはもう今まで12回にわたっておしゃれ戦果に付き合ってくれたわけですね。おしゃれ戦果というのは、実は基本は知識であるわけです。知識として何気なく皆さんの体に染み通ってきたもの、これがいわゆる、草木で言えばですね、水のような役割をして皆さんの心と体を育ててくれるんですね。ということは皆さんが、生活していく上でですね、潤いがあるということなんですね。潤いがあるということは余裕ができるということです。その余裕で最も大事なのは心の余裕です。まず心の余裕ができればその次に体、現象の余裕が現れてきます。そしていよいよ、次回はですね、今までのまとめて皆さんがいよいよおしゃれに生きていくための秘訣ということをお話してみたいと思っております。よろしくお願いします。